できないですし、やっぱこのシーズンオフっていうことに関しては守備っていうことに、非常にこう突っ込みやすいですし、大胆に変えれる時期でもあるんですよね。まあ、これバッティングもそうなんですけど、ただバッティングに関してはやっぱりみんな言うんですよ、ストレートシーズン中にこういう修正しましたって。もう守備に関してはそんなことなかなか聞かなくないですか？聞かないですよね。これ本当実際そうなんですけど、なかなかこう守備に関してのシーズン中いろんな来る形であったりスタートを変えたりとかっていうのはなかなかできないんですよね。そうですね。逆にここまで言うっていうのは羨ましいんですよ、僕は。彼の能力があって、こういう風にやったらあるのになっていうのがこう見てて分かるんで、これはね、やっぱり終わった、なんて言うんでしょう、現役